三河地流駅は愛知県知流市新地町キラ道島にある名古屋鉄道三河線の駅である。駅番号はマイ01。現在の地流駅が開業するまでは、この駅が地流駅を名乗り、西側にあった愛知電気鉄道の新地流駅との乗り換え駅となっていた。1917年の地流駅地流駅の変遷島式一面二線の地上駅である。当駅は、 三河線の他の駅とは異なり、東側からホーム番号が振ってある。開業以来の比較的大きな駅舎は取り壊され、現在はシンプルな作りで、比較的新しい駅舎が建っている。駅舎とホームは校内踏切で連絡しており、ホーム上にはワンマン運転支援用のセンサーポールが設置されている。駅集中管理システムが導入された無人駅のため、 豊田市駅から遠隔管理されている。一番線に相当する部分に線の特差にうずもれたホームが残り、信号機も稼働しているが、使われていない。一番線の三河八橋駅方には、かつて名古屋本線と接続していた連絡線への分岐器がある。2.3番線とも逆方向に入線、出発できるよう信号機が設置されているが、通常使われることはない。 地流駅周辺地区の区画整理事業に合わせて、地流連続立体交差事業が着手されることとなり、これに伴い三河地流駅は高価格管外の山町茶臼山への移転が予定されている。移転後は2面2線の相対式ホームと留置線を有する地上駅となり、高架化された地流駅までの区間が複線化される。地流出身のイラストレーターの宇野鎌切が、 1994年4月に、三河地流駅の掲示板に、夢人駅と題して、夢人駅漫画店を常設した。小学校の同窓会出席で三河地流駅を訪れた際、子供の頃の賑わいが失われ、錆びれた無人駅になった姿を見たうのが、利用する人の気持ちを和ませたいと明徹に、 申し出たのが常設のきっかけで、名鉄側は当初展示物の管理の面から難色を示したものの、宇野が展示物の自己責任は一切不問で良いとしたため実現に至った。漫画展は駅舎解体後も残され、1998年からは、隣の知流駅にも、知流は、知流夢人画廊というイラストの掲示板を出していた。近年の1日平均上降人員を呼び、 乗車人員の推移は、下表の通りである。支流の統計に記載されている、乗車人員、降車人員を年間の日数で割り、小数点第一位で、支社購入して算出したものである。三河線の駅では最も利用客が少ないが、近年は増加傾向にある。隣の支流駅まで700メートルほどしか離れておらず、歩いて行き来が容易である。 駅のすぐ地流よりを、名鉄名古屋本線が高架で通っている。名鉄公式サイトにおいては、三河線と表記される。ABCDE 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、45ページ。ISBN978 から41億790万258。日本鉄道旅行地図帳追加、定保7号。 東海鉄道フォーラム、神谷地から、三河を走って85年、三河線、衣線と共に歩んだ郷土の歴史と、文化郷土文化社、2000年、235ページ。ISBN 978から48億7670万1292。今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、42ページ。 ISBN 978から41億790万258。清水岳、名古屋鉄道各線総合の直通運転。鉄道ピクトリアル第246巻、電気車研究会。1971年1月、64ページ。大田隆行、輸送と運転近年の動向。鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会。 2009年3月38ページ。三河線路線、駅情報電車のご利用案内。2019年7月14日、閲覧 AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス。2018年2月24日、閲覧地流連続立体交差事業愛知県、地流駅付近連続立体交差事業に伴う三河、治流駅の移設について地流し、神谷力、 三河を走って85年、三河線、衣線と共に歩んだ郷土の歴史と、文化郷土文化社、2000年、156から157ページ。ISBN 978から48億7670万1292。干末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編参委員会事務局。 名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。地流の統計地流史地流液に関するカテゴリー。ありがとうございます。